ここからは J:COM と TOS がお届けする防災企画、担当堀さんです。はい、今からおよそ2ヶ月前になりますが、7月10日は大分県北部西部で非常に激しい雨が降り、中津市と日田市に大雨特別警報が発表され、記録的な大雨となりました。これは5段階の大雨警戒レベルのうち、危険度や緊急度が最も高いレベル5に相当する情報です。この大雨によって中津市耶馬溪町に住む50代の女性が山国川から流され、その日のうちに女性が乗っていた車が、その4日後に福岡県豊前市の沖合で女性の遺体が発見されました。この時女性は車に乗っていなかったそうですが、もし皆さんが車に乗っていて大雨が発生した場合、車の移動はどのくらい危険があるのか、今回は中津市の大雨災害を振り返るとともに、大雨の際の車移動の危険性などについてお伝えします。こちらは7月10日の雨雲レーダーの様子です。これを見ると大分県北部西部では線状降水帯が発生しているのが分かります。7月7日から10日にかけての期間降水量は耶馬溪で 429.5 ミリ、玖珠町で 365.5 ミリを観測するなど、7月の平年の月降水量を上回りました。こちらは大雨の翌日の中津市本耶馬溪町の様子です。耶馬溪橋は水の勢いで欄干が崩れ、大量の流木が橋を覆っています。観光名所として知られる青の洞門は、階段やガードレールが崩され、流木や土砂が堆積するなどしているのが分かります。中津市では山国地域で2軒の住宅が全壊、38軒が床上床下浸水するなどの被害が報告されています。改めて甚大な被害をもたらした大雨だったんですね。さて、こうした大雨の被害に遭った際、車で移動することは可能なのか、ここからは JAF の実験映像をもとに紹介します。水深何センチまでの運転席のドアは開くのか、車を使っての実験です。水深が30センチの場合と60センチの場合を見てみます。まずは水深30センチの場合、足元に一気に水が流れ込みますが、はい、女性の力でもほとんど抵抗なく運転席のドアを開けることができています。この流れ込んでくる感じ怖いですね。怖いですね。しかし水深60センチになると、車体が浮き始め、ドアの隙間などから車内へ浸水、そして運転席のドアを開けようとしても水の抵抗で開けることができません。この間にもどんどん足元は浸水しています。かなりずっと押してますよね。全然ビクともしない。ただでも3分の1ぐらいでしたよ。結果1分経ってもドアを開けることができませんでした。なんかまだドア見えてるところの部分も多いから、はい、そうですよね。そうです、雨降ってたらよりまたその間に増えていくってことです。車体も浮いていましたしね。本当に恐ろしい映像なんですけれども、今回の大雨で山国川上流部では午前6時35分に氾濫発生情報が発表されました。氾濫した勢いのある水が押し寄せたとき、冠水路で車が動かなくなった場合は車内にとどまらず一刻も早く脱出しましょう。そもそも大雨の際、冠水した道路やアンダーパスなど道路が低くなっているところには立ち入らないことが大切です。しかし万が一車内に取り残された場合、あなたならどうしますか？こちらは車に取り残された際、車内にありそうなご覧の道具を使って窓ガラスを割ることができるのかという実験です。車両が浮いている状態と水没している状態の2通りで検証しています。まずは車両が浮いている状態、小銭を入れたビニール袋、ヘッドレスト、あ、ダメか、スマートフォン、つかない、ビニール傘、傘も割れないんだ、車の鍵など
先の鋭利のものや硬いものを使用しても窓ガラスはびくともしません。ダメか、開かない。しかし脱出用のハンマーだと一撃で窓ガラスが割れました。はい、一瞬別のタイプのものを使っても同様の結果に。続いて水没している状態、先ほどと同様の道具を使ってもびくともしないんですが、脱出用ハンマーを使うとご覧のように割れました。はい、持っとかないと、まあ、スタジオには子さんに脱出用ハンマーをお持ちいただいているんですが、びっくりした、はい、全然重たくない、すごい軽くて、本当にこう力入れて触れそうなんですね、で、そっか、この先端のところがかなり尖ってるので、ここに力がこう集中できるのかなっていう印象ですね、はい、軽いってことは振るのも簡単です、ね、もちろんすごいこう、多分ちょっと危ないですね、あまり、ね、でも女性でもそうやって簡単に使うことができる、緊急時の際に、使うことができるこちらのハンマー、今回はホームワイドさんでお借りをしたんですけれども、ホームセンターなどで購入することができますので、いざという時のために一つ車に備えておくと安心ですね、安心ですね、はい、今年に入って記録的大雨などよく耳にするようになりました。今までは経験したことのないような気象に見舞われることも珍しくありません。皆さんも自分の身を守るために早めに行動し、逃げ遅れてしまった時には対処できるような準備を日頃からしていきましょう。以上、防災企画でした。